6.5はない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 。今現状のジャッジのコメントで多いのは、まとめるようなこう言葉にしちゃうと、わかる、エナジーさん、それめちゃめちゃわかります。低い得点の人も、 ははいいいどううももこんばんばエナジーですすつごご視聴ありがとうございます今回はですね D リーグのジャッジに求められていることというテーマでねお話をしていきたいと思います。で僕はブレイクダンス15年ほどやってますして音頭と一緒経験があるんですけどもはい何なんだよこの点数点マジで意味が全然わかりませんいやちょっと待って6.5はない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 ,ない,ないそれはないそれに加えてちょっとすいません そそのコそのココメメンントトは <laughs> 大丈夫っていうよううよなな、ね、こととを言いいいいたくるる人人が多分5万人ぐらいはいると思うんですね <laughs> いやー、それはちょっとわかるなーっていうところもあるんですけども結構ね、これ難しいことが一つありましてやっぱりそのダンスっていうのは体で表現してきてる人たちなのでまあよう喋ることっていうのはあまりないと思いますし話したとしてもこう感覚の通じ合う人たちでこう話しているので結構そのなんつうの具体性が必要ないというかだからなんかちょっとよくわからない モヤモヤがこっちに伝わってくるでも聞いてる人は一般の方であるがために結構ジャッジとかは高カさんとかがこう重宝されているような感じだと思うんですね今後 D リーグのジャッジにはこういうことが求められるんじゃないかっていうことを話していこうと思います、まあ、正直ねシステム的にその必要もないみたいな感じまで落とし込めればまあそれはいいのかなっていうふうに思うんですよただね現状なかなか難しいと思うのでまあ、もう少しこういうアップデートが必要なんじゃないかっていうことを話していこうと思いますそれでは行きましょう ははいそれでれ早速やっていくわけなんですけどまずね話は3つあるんですがそのうちの1つ目ですね1つ目はいかに専門用語を一般の人ににわかるるように伝えることができるかこれだと思います。これはね相当重要なお話になるんじゃないかなというふうに思ってましてで理由としてはなんですが、まあ、今後ねまあ言ってもその D リーグが大きくなっていくことをイメージした時にまあ 一般の方でこう盛り上がれるイベントの方がまあいいのかなっていう風に思うんですよ逆にダンスやってる人たちというよりかもその外側の人たちがまあいっぱいこう盛り上がってワンワンワン,ワン言ってくれる状態がいいと思うんですねそうなった時にやっぱりユーザーリテラシーもこう上げていきたいっていうところあると思うんですよただですね今現状のジャッジのコメントで多いのはやっぱりその専門用語とかダンサーでしか伝わらないような感覚でのお話し合いが非常に多いわけなんですよねあちょっとわかるかもしれない と思った人が多分2人ぐらいはいると思うんですけど、例えばなんですよ。今回サイバーエージェントレジットに対してですね、ステゾーさんがポロっとねこうお話をするわけなんですけども、こうハチキレスタイルをやるんだったらもう少しこう首が立ってなきゃいけない。 っていう風なコメントも出るわけですねこれ今ので分かった人どれぐらいいますかプチョヘンズアップみたいな感じで僕も含めて多分ほととんんどの人が理解でできてないと思うんですよただレジット側でそれが伝わってればまあ一応ね成立はしてるとは思うんですがこうやって全体のイベントをもう少し俯瞰してみた時になんかこうハテナマークが浮かんでる人の方が多くてなんかその「うんー何だったんだろう今の話」みたいなただの音程を聞いてるかのような。 まあただそういいうふううななな感じににっっっちゃててたのかなっていうふうに思うわけですよ、まあ、そうするとですね、ジャッジ的には、その、はちきれスタイルっていうのは、どういうものなのかっていうのを、もう少し噛み砕いて、わ、まあ、かるように説明した後に、だからそれに当てはまってる、当てはまってないっていう話をしないといけないといいますか、まあ、そうしていくと、もっと盛り上がるんじゃないかって僕は思うんですよ。まあ、要するになんですけども、ダンサーの知識プラス、まあ、ユーさんのワードチョイスといいますか、なんか、<laughs> そういうのが、バッと一緒になるとですね、まあ めちゃめちゃイケてるんじゃないかなという風うに思うわけなんで、専門用語をいかに砕けるか、これが大事だと思います。タクシー 続いてですね2つ目の話がですねポジティブ面とネガティブ面を具体的に説明するということが求められると思いますわかるエナジーさんそれめちゃめちゃ分かりますって声がマジ5万人から聞こえてくるありがとうございます、まあ、これどういうことかというととりあえずですねその点数とその内訳とってまあ出るわけなんですけど1人以外は喋れなないわけなんですよねでその点数が低い理由もなければ高くもないというか突出してる部分も両方言わない感じ でんなんかまあすごい僕的には良かったと思いますみたいな感じで終わらしちゃうとちちゃゃんんんと見てんのてのっいうふうに思われちゃうんですよねだからやっぱりダンスやってる人で、まあ、2分15秒の中でねやっぱりこうね例えばこのフロアに入ったシーンとかあるじゃないですかとかねこうは D リーガーに向けてという例えばあのハンズパフォーマンスでこう右と左に分かれていってこうちょっとリフトするシーンとかってあるじゃないですかっていうちゃんと具体的なポイントを言ってあげてそこが。 ポジティブだったのかそのネガティブだったのかみたいな説明をしてほしいとそうすると 受け手側のオーディエンスはこれれれれそれそれそれみたいななるほどとだからネガティブだったんだとかだからこういう得点になっているんだっていうのがしっかりこう刺さっていくわけだと思うんですよ僕は全体をさらっとこうまとめるようなこう言葉にしちゃうとやっぱりもう少しまあなんかいまいちだったからもうちょいなんかこうあった方がいいなとかっていう感じで終わらしちゃうと何を見てたんだろうっていうふうに思われてしまうのでそのあたりをねまあしっかりこう改善していくべきなんじゃないかなっていうふうには思いますね特に ダンサージャッジが当てられた時はもうまず間違いなくその具体的なことを言った方がいいと思いますエンターテインメントジャッジっていうのはもう正直もう見たまんまの感覚でもういいと思うんですよねだってそのエンターテインメント性ですから見てこうわーっとこう楽しめたかどうかのまあそのラインで決めてていいと思うんですよそうじゃないダンサージャッジは特にまあそのあたりをちょっと重視して言っていただくとまあそのねさらにこういいリーグになっていくんじゃないかなというふうには思いますはい <laughs> はいそれではね3つ目の話なんですけどもこれはちょっとねジャッジというよりかもまあそのケリーさんに任せられているというかまあそんな感じなんですけどもあの低い得点の人も指してほしいなっていうふうに思うわけですよね。でまあ、割とそのケリーさんはねまあ、そのダンサーというか D リーガーの方のことも考慮しながらまあ、その点数がなるべくいった人を多分チョイスしてるんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。まあ、その 指してる人のね点数を見ると、まあ、そんな感じに伺えるわけなんですけどもどっちかというとその逆というかそっち側を聞きたいなって。 って思うわけですよねマイナス面をね言うことの空気感っていうのもあるかもしれないですけど僕はねその逆じゃないかなっていうふうに思っててユーザーはもっと結構学びたいというかまあ、そういうふうに考えてると思うんですよダンスをねだからネガティブ面をバーンって言ってくれた方があのなんていうのあなるほどとまあもちろんその言葉のチョイスとかねもちろん必要になるかもしれないんですけどもまあ言うてまあそのマイナスなんかこう6.5の人って何で6.5なんだろうっていうそこの方が気になるじゃん。その高い点数だったらさ ななんとなくこっちも感覚でああなるほどと点数良さそうだなっていうの分かりますがなんでっていうところ一番聞きたいというか別にそれが納得いこうといかないとまあそのさっき言った具体性とかまあそういうね、えー、と抽象度がなくまあしっかりとねまあ、一般の人に分かるような言葉で説明してくれるような格好であればマイナス面の方が逆に聞きたいんじゃないかなっていうふうに思うわけですよだからこれはねあのケリーさんにいたっての話なんですけどもまあ、本当にいろんな方もねあの配慮してると思うんですが たまには <laughs> ちょっと今回は点数がこう及ばなかった人にもちょっと聞いてもらいたいっていうちょっと気持ちがあるわけですよ。まあ、そうすることによってまあ、そのダンサー以外というかこちら一般層に向けてのリテラシーもねやっぱ上がるきっかけになるとは思いますので1回だけでいいんでねちょっとそういった方もチョイスしていただいてと言いますかすごいねその空気感大事ですからやっぱりそのイベントってねだからすごくねこうなんつうの気を遣われてると思うんですけどもまあ その逆かかなっっていいううのもちょとと考えられるというかねあの逆に気ぃ付かないんでバンってね「のこの人」って言ってくれた方がみんなは逆にそこの方が気になってるというかあの感じだと思いますので是非ちょっと一旦ねそこを考慮していただきたいなというふうに思いますあ。 はいこれはね余談になるんですけどもまああのダンスをですねこう正当にジャッジしていくっていうのは本当に難しいことだと思いますねまあ僕はあのシーズンワンの頃からこう言ってるんですけどもやっぱりこう様々なこうジャンルがこう入り混じっている中でまあ何をこうね一つの軸においてそこが良かったのかそうじゃなかったのかみたいにするのかって超大変だと思うんですよまああのブレイキングですら今ねこうパリオリンピックということでまあその一つのジャンル まあその何て言うのかな競技化されているような感じに今なっていてただそれですらやっぱりいろんなスタイルが。 あるわけなんですよね例えばこう手で浮くだけのこうストロングスタイルっていうものもあればパワームーバーって言われる人たちもいたりとかまたフットワークだけ中心に行う人もいたりとかっていうさまざまなこうジャンルが入り交じってる中でどこをねその評価ポイントにしていくのかっていうのがすごいね難しいとは思いますがブレイキンだけのねやっぱりその種目に関してはまあそっちの方が点数はつけやすかったりするとは思うんですよねやっぱりね。 あああれれればばばばジャズののもももロックの時もあればポックポプもあればまたそういうチームがまた全然違うジャンルをやったりとかって様々なね、えー、ことが起きているので、まあ、どういう風にね点をつけていくのが正解なのかっていうのがねちょっとねっ難しいところではあるとは思うんですけどもまあ何かそういったうまいシステムといいますかまあそういったものをまあね更に考えていただいてまああのー、みんなが納得っていうのはないとは思うんですけどもまあやっぱりこう理由だったりとかその経緯だったりとかがなんとなくもう少しこう ね、クリアになってくると、まあ、ユーザーもね結構楽しめていくのかなっていうのも思うのでまあ永遠のね課題ではあると思うんですよねその芸術を評価するっていうことまあこれすごい難しいことだと思うんですけどもまあそれをねこう良くしていくのは、まあ、D リーグ運営サイトでもありまあこちら側の声でもあったりするのかなというふうに思いますのでまあこのね大いなるテーマをね どうやってね、こう、制していくのかじゃないですけども、その辺も、まあ、一つのね、見どころになってくるのかなとは思いましたね。はい、いかがでしたでしょうか皆さんはね、ジャッジに関して何かね、コメントなどあれば、ぜひね、コメント欄に打っていただければと思います。まあ、D リーグサイトの方はもしかしたら見てる可能性もね、ありますので、そういった意見がね、ご参考になって、またアップデートされる可能性も全然秘めてますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回の動画が良ければ、グッドボタン悪くても、グッドボタン、チャンネル登録やコメント、ご要望などもお待ちしております。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。